今日はですね、遺伝子組み換え食品のお話をしていこうかと思います。私、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカといたんですけども、海外ってね、結構ね、食の安全性っていうのはうるさいんですよね。で、うるさくない人もいます。で、うるさくない人は別に気にしないので、そういう気にしないようなスーパーで買うんですが、もう気にしている人はやっぱり気にしてるような専門の安全な食品だけを扱うスーパーとかあったりね、有機無農薬のものばっかり売ってるっていうだけのスーパーって、ものすごくでっかいスーパーがあったりして、もうですから、その選択の余地があるんですね。日本はなかなかね、その遺伝子組み換えを全部省いたスーパーを探すなんてもう大変な苦労ですよね。ネットかなんかで買ってこないと、なかなか見つからない。みんなごっちゃ混ぜで勝手に入ってたりするんですね。だからこれが安全だよっていう人もいる、気にしなくていいっていう人もいるんで、その人は気にしなくて取ればいいですけど、気にする人はですね、気にするのにそこから逃げられないっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと、思う次第で、で日本はそのこの遺伝子組み換えに対してはものすごく、甘いっていうか、いいんじゃないのっていう感じで、みんな、普通のね、一般の人がそう思ってるせいもあるんでしょうけど、政府もそう思ってるんで気にしないですけど、私はね、まだよくわからないものなので避けた方がいいかなというふうに思います。ですから、大体先進国の考え方っていうのは、危ないかもしれないと、ね、危険がある可能性のあるものは、一応安全が証明されるまでは黒だという考え方に立ちます。しかし、後進国はですね、危険が証明されるまで安全ということになるわけですね。だから危険かもしれないけども、まだ危険だって決まったわけないから、とりあえずいいんじゃないと、これは後進国に見られる考えで、あら、日本は先進国じゃなかったのという話なんですが、そういう食とか安全性に関しては残念ながら後進国のような考え方をしますよね。危険だ、100% 危険だっていうまでは大丈夫ということに、遺伝子組み換えだけじゃなくて他のも見ていただきますとそうなってると思います。ですから、薬害エイズなんていうのもね、危ないかもしれないけど、100% 危ないって決まったわけじゃないからってことで、使ってたらあんなことになったっていうことなわけで、まさしくその日本の弱点を突かれたような形ですよね。欧米ではもう特に禁止ってなってたのに、日本ではまだ使ってたと。ですからぜひね、これをお聞きの皆さんはご自身で、何がいいとか悪いとか私言いませんので、ご自身で、いろんな情報を得て、ネットでいろんな情報ありますので、じゃこれ危ない可能性があるかなっていうのはなるべく避けた方がね、いいんじゃないかと私は個人的に思うわけです。それが海外、我々が大体行くような欧米の考え方になってますので、ぜひ日本もね、そういう先進国の考え方に、ドイツとか、ね、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドのような考え方、ヨーロッパも大体そうですけどもに近づいていったらいいんじゃないかなと、まずは我々が変わることですよねというふうに思いますが、今日はあまり英語に関係ない話だったんですけども、考え方ねっていう点では少し海外の考え方を入れていくっていうのは大事かなというふうに思いました。それはまず皆さんから変わっていくことですよね。ですから危険のある可能性のあるものはなるべく口にしなかったり、そういうねものを、手に取らなかったりするのも大事かなというふうに思うわけです。もちろん気にしないよって方はどうぞね取っていただいていいんですけども、はい、そういうわけで今日は遺伝子組み換えのお話でした。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. Bye bye.